割と安定するんじゃないかなと。オッケー、いいね。あの、普段やっぱりこう、スナイパー使ってない自分でも、スナイパーの立ち回りとして使えてるんで、そこら辺がやっぱこう、楽しいです。皆さん、このコールオブデューティー、ブラックオプス4で、一番人気のない武器って何かご存知でしょうか？皆さん、このコールオブデューティー、ブラックオプス4で、一番人気のない武器って皆さん、ご存知でしょうか？もう本当に世界的にも誰も使ってない、もう一番使用率の低い武器って、実は、SDM なんですよ。あの、一応今作 COD トラッカーっていうね、あの、コールオブデューティーの公式が設けてるサイトがあるんですけども、まあ、そちらで世界的に何の武器が一番使われてるかだとか、使われてないか、何の武器で一番アシストしてるかとか、まあ、そういったのが見れまして、その表曰く、ランチャーとナイフを除いて一番使われてない武器って言ったら SDM なんですよ。ということで、この SDM 先輩どれぐらい弱いのか、どれぐらいね、まあ、クソ武器なのかっていうのをね、今回やっていこうかなということで、アイスブレイカーのフリーフォールやっていきたいと思います。使っていくカスタムはホログラサイトと、大口径拡張マガジングリップ、ということで SDM、セミスナイパーライフルなんですけども、この武器大口径つけないとヘッショワンパンじゃないです。それおかしくないですかね。セミスナイパーであれば、過去作のセミスナイパーとかであれば、まあ、頭に当てればねヘッショワンパンだったんですけども、この武器は大口径をつけないとね溶けてくれないということで、いやーこれが本当に難点ですね。ちょっととこちらの武器なるべくね頭に当てるような形でやっていこうかなと思います。これはまぐれですね。ただまあやっぱアタッチメントつければねまだまあマシになるんですよ。グリップつけたりだとか、先ほど言った大口径みたいなやつをつけるとまだねあのサーチだとかでは、マシな銃になるということで、まあ、ぶっちゃけこれ使うぐらいであれば機動力が高い、DMR だとか、そこいらあたりを使っていただくと枠武器としては一番楽なのかなと。いるね、息止めしながら。オッケー、いいね、ロングショット。まあ、こういうアイスブレイカーとかであればね、まだマシなんですけども、スラムスだとかサミットみたいなそういう、なんて言うんだろう、入り組んでるマップは地獄ですね。いや、もうこれはクソイームなんですよね。やっぱこう AR と違って、エイムアシストのかかり方がスナイパーライフルなんですよ。そう。良くも悪くもやっぱスナイパーライフルなんで、そこら辺がまああれなのかなと。そういったところ、まあこれはね、使えないですね。もう息止めしながら撃つっていうね、とんでもない銃なんですよ。そう、息止めができるアサルトライフル。そんな感覚ですね。ここら辺がまあ難しいんですけども、やっぱりロマンですよね、この武器は。いるね、奥。かわせ、お前。ほっ、お前砂漠。オッケー。もうアサルトライフルとか SMG みたいな感度で使ってると全く使えないんで、スナイパーライフル感度なんで、それ用にちょっと感度上げてあげないと厳しいのかなと。オッケー。いやまあやっぱ普通にスナイパーライフルとして使って、でヘッドにマグレで当てていくみたいな、そんな感じで使うのが一番いいと思うんですけども、まあ普通のサイトだったらねもうフリーフォールはどうしようもないぐらいの銃になっちゃうんで、それだったら間違いなくパラディン固守かアウトロー先輩使った方がいいんですよね。いるね、奥かわせ、ほっ、オッケー、いいね。一回リロード挟んで目の前にいるんですけども、しっかりとほっ一体一体さばいていきたいんですね。オッケーで、奥いる。で、あと、この武器ね、枠的に言うと、まあ、セミスナイパーっていうのもあるんですが、角マガがね、スナイパーライフルの中で唯一2個つけられるんですよ。いらないっていう。角マガ2個スナイパーライフルつける必要あるみたいな。一応ね、角マガ2個つけるとドラムマガジンになって、形的にはまあ非常に面白いんですけども、まあ、ちょっとネタ感満載ですね。よいしょ、1キル。ただ、やっぱりこう、ヘッドに当てればね、誰でもワンパンなんで、待って、RC 君やめて。これ、ちょ、しゃがんで。あー、やばい！おー、危ない！待って、今、しゃがんでんねん、これ。しゃがんで。よいしょ、オッケー。こういう形で移動しましょう。一回リロードしてから。右で湧いてない、メッシュマインキル、ナイス。そっちでキルしたんで、そこら辺から湧いてくると予想して。ほ、いたね。ほ、ナイス、いいね。まあ、やっぱこう、2発キルができるっていうのがやっぱ魅力ですよね、アーマーつけてても。アーマーつけてる敵だろうが何だろうが、2発でしっかりと持っていけるっていうのは非常に魅力的。いたね。これは一回、待って、後ろ見るんだよな。ほっ、ほっ、それ負けんの？やっぱもう難しいね、本当に。いやけどやっぱこれはもう本当に慣れたら使い勝手が上がると思うんですよ。私はこれクソイムラだけであって。そう。まあ、住めば都みたいな形で、使えれば誰でも最強みたいな、そんな感じなんですよね。ほっ、オッケー、1キル。まあ、ホログラサイとか唯一のなんか、あれですよね、救い点ですよね。さあさあ、とりあえず、後ろいるね、これ。後ろから来るやつをしっかりと覗きながら、息止めして撃つ。息止めしないとね、ちょっと難しいですね、やっぱりこの銃。普通にこうやって構えてるだけでこれぐらいブレちゃうんで、まあやっぱこう息止めしてしっかりと、まあ通常のアサルトライフルみたいな感覚で使わないと難しいのかなと。そう、息止めしないとアサルトライフルみたいに構えててもブレないっていうのができないんですよね。そう、覗いてる時でもしっかりとね、ブレないように対処しながら、剣武士出していきましょう。剣武士もない？まあアイスブレイカー以外多分使い道ないよね、これ。ほ、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 いいね。さあ、しっかりとエイム合わせて。やっぱ初段で当て切らないと、まあ間違いなく負ける銃。まあ、緊張感はあるわな。いたね。ほ、息止めて。
もうクソエイムすぎるんだよな、さっきから。一応ね、これ ICR でみんな大好きグリップ2。まあ、弾丸受けてもひるまないっていうタフネス効果がある。まあ、アタッチメントがね、こちらの銃でも付けられるんで、まあ、つけてみれば意外とサーチとかは強いかもしんないですね。ダートいらないな。ライトニングストライク。まあまあ、とりあえずありがたくいただいておきましょうか。ライトニングストライクオンライン。ここら辺ポンポンポンと叩いて。で、メッシュマインもここら辺ポンポンポンと。ナイスライトニング1キル。からの2体目持っていきたいんですよ。クソエイムすぎる。いや、マジでクソエイムなんだよな、これ。いや、もうやっぱ普通のエイムじゃないんで、そこら辺がやっぱ難しいですよね。はい。ということで、最後の最後までクソエイムな銃でした。いや、これはね、私が悪いんですけども、まあ、やっぱそれでも世界的に使われてないって言ったら、なんかこう、うなずけますよね。さあ、それではちょっと次はね、本来の使い方の、スナイパーライフル、スコップ付きで使っていこうかなと。これはもうフリフォに合わせた専用のカスタムだったんですけども、まあ、本来の使い方っていうのをね、ちょっと見せていこうかなと思います。チームデスマッチ、やっていきたいと思います。使っていくスペシャリストは、何使おうかな。今回どうあがいても先輩なんで、クラス先輩使ってね、味方の、支援やっていこうかなと思います。いやーもうなんかね、見た目はすごいかっこいいんですよ。もうほんとドタイプ。もう、なんて言うんだろう、このフォルム、この細いフォルムにこのストック、そしてこのサイトの位置がもう半端ないんですよ。もうめちゃめちゃかっこいいんですけども、やっぱりまあ性能的にいまいちですよね。過去作のドラコの方が多分全然強いと思うんですよ。まあドラコが強すぎたってところもあると思うんですけども、この銃はグリップつけないとまあとにかくブレるんで、とりあえずちょっと引き気味で顔出してくんねえかな。いやもうほんととつってはいけないこれは。もうマジで。引いて引いて引いてですよ。味方が進軍してくれたんで、そこをちょっと進軍して奥で見て、ナイス1キル、いいね。まあこういう使い方ですよね。まあサーチとかであればまあ安定するみたいな感覚の銃になってくると思うんですけども、ナイファー。いや気づかなかった。味方なんかそこでパン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 やってたからなんかあるんかなと思ったけど、ナイファーいたんか。さあさあ、では味方がそこいるんで、そこカバーしていきたいんだけど、待てよ、右いるのかな、右いるね。 RK7 ナイス1キルからの、後ろいるね、後ろいるんで、しっかりと RK7 で1キル。いや RK7 強いね。まあ強化入ったんでね、しっかりとこちらでもキル取っていきたいんですけども、顔を出してこないか、ちょっと怖いんでクラス先輩出しながら、さあ RK7 で、あれ逃げたな、あいついた、ほっ、オッケー、いいね。で、センターから来るかな、来たね。ほっ、オッケー、ナイス1キル。で、多分後ろから来ると思うんで、これは RK7 で抜いていけないんですよね。いや、けどやっぱ楽しいね。この SR とハンドガンの組み合わせがほんと楽しい。もう詰めるときは詰めるみたいな。定点するときは定点するみたいな。そういったちょっとメリハリができるんで、使ってて、まあ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 、やっぱこの武器は割と安定するんじゃないかなと。オッケー、いいね。普段やっぱりこうスナイパー使ってない自分でも、スナイパーの立ち回りとして、使えてるんで、そこら辺がやっぱこう楽しいですよね。いるな。これはちょっとディスガリさせていただきたいんだけど、後ろいるね。わーお、トークが追いついてない。じゃあそのロングをしっかりと覗いて撃つんです。いいね。ヘッドバンバン決まるね。ほ、おい、すれ違いついしやめろお前。機動力が私の方が上。待てよ、一回回復入れて。あー待って、ちょっとじゃあクラス使っていきましょうか。オンライン。ヘルスが200になった。200になったのはいいんだけど、顔出せ、顔出せ、顔出せ。いるね。角待ちしてんね。SMG で角待ちしてるんで、しっかりと。RK7 でカットする。で、バレてるんで、ほっ、ほっ、オッケー、いいね。コシウカ先輩カットする。で、リス狩りをここから、ほっ、ほっ、オッケー、1キル。ヘッドライン合わせて、オッケー、手前から来られたら厄介、ナイファー、ナイファー、ナイファー、オッケー、ナイファーだけカット。そして私は、いやー、てかハンドガンめっちゃ頼ってるっていう。もはや、スナイパーライフルの実況ではない。ちょっとこっから、スナイパーだけでやっていきましょうか。よいしょ、メッシュマインだけ壊させていただいて、そこいるんで、しっかりと詰めながら、いるね。ナイス、味方カバー。いいね。やっぱリロードちょっと遅いな。メシマイオンライン。壊して。壊して。あ、いた。ほっ、くれ。ヘッドライン合わせて。そこです。オッケー。ほっ、ほっ、ほっ。オッケー。後ろいるんでカットする。で、流れに乗って、流れに乗って。多分この芋ポジにいるんで。よいしょ、しっかりと。おい、やめろ。オッケー。ご了承プレイ。で、最後。おー。慌ただしいね。ということで、22キル7です。いいっすね。さあさあ、キルカム。多分これヘッドのやつかな。まずここのガンミで、1枚抜いて、カラード回復入れつつ、このヘッド抜いてから、2体目また来たところをヘッドで綺麗に決めていくんですね。いやー、辛い。いや、辛いけど、やっぱり使っててっていうか、まあ、普通にサイトがあったら、CDS だとかサーチでは全然強いですね。はい。世界で一番使われてないクソ武器扱いされてるこちらの SDM。まあ、使い方次第では非常にね、強くなるということで、まあ、ぜひぜひ皆さん使ってみてください。っていうか使用率上げてください。ということで、毎日こういった動画上げておりますので、良ければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。へっ、あっ
よいしょ、あいつはスナイパーライフル、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 マジか。出会ったらゴールゲッチュー。頼んだ言えばお前、あれ完全あれ出せない、出せないのか、いや希望来い。フラグオンラインはからの後ろ下がれ、お倒した、池田やった。これ何、何これ何、スパイダー雲の皮、あ、来てください、やめろー、何のキーが動かない。駐車止め、おーっしゃ、マジで嘘、お前が、お前が、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールでマジで嘘やろ、え違う違う違う、マジでわざとちゃうやん、マジか、全然見えへん、全然見えへん。